アピールいらねえよ。はい、もう次あんだろ、次あんだろ。次あんだろ、気持ち聞きたいじゃん。やめろよ、じゃあいいよ、帰ろう。じゃあ俺らも帰るから。Cマット第32試合、名前選手、野口選手、軽量ブースまでお越しください。 Cマット第32試合、名前選手、野口選手、軽量ブースまでお越しください。Bマット第35試合出場の選手、Bマット35試合の選手、ヘルブスのとこ、マスターチャオリペナキュー、マスターチャオリペナキュー、佐野選手、イラブレット京都、Bマット第15試合出場のマスターチャオリペナキュー、お選手、ケイロブス、西村さん仕掛けないと相手は動かないよ。西村さん自分から。MVP の、受賞の方、ショップブースまでお越しください。 MVP 受賞の方、グラップリング部門、受賞の方、ショップブースまでお越しください。西村さん2ポイント取られてるから仕掛けて。Cマット第32試合、高岡選手、軽量ブースまでお願いいたします。 Cマット第32試合、高岡選手、軽量ブースまでお越しください。Bマット第35試合出場の佐野選手、今朝パス、ピュアブレット京都、佐野英二選手、ピュアブレット京都、来ましたら、スケールブースをお越しください。千葉選手、増田選手、もうちょっと、もうちょっと、いらっしゃいましたら、もうちょっと、もうちょっと、ブース、トップブースまでお越しください。動いて、今動いて。腕伸びたらいいチャンス。西村さん、今ですよ。今。動いて、すぐ。最後これしかないよ。どうだ。あ、ポイント入った。あれ、Cマット第33試合までの方、軽量ブースまでお越しください。 Cマット第33試合までの方、軽量ブースまでお越しください。
36試合出場の選手、デーマット第36試合出場の選手、計量ブースの方でお越しください。惜しい惜しい、トムさん得意な確かアドバンだよ、高岡君アドバン入った。